今回は青池小屋町にあるタイ料理サバイディールに行ってきました。こちらは静岡の密集した街中にあり、2階に飾ったタイの国旗が目印になってましたね。そして細長いビルの階段を登った2階にありますね。店舗の方はやっぱり街中なんで狭めで、縦長でうなぎの寝床のようになってました。今回のお目当てはこちらですね。ハーフ&ハーフで好きな2品を選んでなんと990円です。いろいろあるんですよね。グリーンカレー、レッドカレー、グランパオ、カオマンガイや米粉汁麺のクティオナウなどいろんなものがありますね。他にもおすすめの屋台のランチメニューやトロピカルセットなんていう豪華なメニューはありますね。そしてドリンクの方もタイのお酒がしっかり揃ってました。ちなみにタイ料理らしくウイパクっていうのがあって、こちらは100円らしいですね。パクチーが好きな人は利用してみてもいいかもしれませんね。そして今回はレッドカレーと米粉汁麺のハーフ&ハーフを注文しました。かぼちゃ、鶏肉、しめじなどが入った刺激の強いレッドカレーに細長いタイ米で炊き上がりは固めになってました。米粉汁麺の方はそうめんのような米粉の麺に塩味と鶏の旨味と香草の爽やかさのあるあっさりした味になってました。美味しそうですね。それでいただきます。塩味と鶏の旨味、さらに香草の爽やかな香りが加わってあっさりしてうまいです。そして米粉の麺ですね。米粉の麺はそうめんを少し柔らかくした感じでチュルチュルで美味しかったです。食べやすいですね。そしてレッドカレーですね。こちらも美味しいです。レッドカレーは刺激のある辛さで、大ぶりに切った鶏肉、かぼちゃ、しめじ等がゴロゴロと入ってます。お米の方は細長く固めのタイ米を使用していて、カレーと相性抜群ですよね。米粉汁麺の方は豚肉、魚の肉団子、セロリ、ネギ、もやし、パクチーが入っていて、こちらもカレーと同様具沢山になってます。米粉汁麺の方はパクチーなどの香草が入ってるけど、それほど香りが強くなく、カレーもそこまで辛くなくて、うまい具合に日本人好みに調整してある感じでしたね。さらにカレーに入ったかぼちゃの甘みがカレーの刺激を和らいでくれてました。量もかなりあって、ご飯もてんこ盛りで、この値段は激安だと思いますね。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。